い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回も龍が如く7パート27始めていこうと思います。いや、今かかってんのは龍が如く維新で日本舞踊のあの曲 CD 手に入れたんでね、かけてみました。はあ、これ止めんのどうやるんやったっけまあまあね、結構音量デカめやからちょっと消しとくけど、懐かしくなっちゃった龍が如く維新。ほんで、まあ今回もサバイブバーからちょっとね、まずさっちゃんの絆ドラマやってから、今回メインストーリーもがっつりやろうと思ってます。最初は絆ドラマから。よう、さっちゃん。よう、よう。あ、一番ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。お、進展あった？もしかしてナノハの件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。また調べてるってバレるで。どうだったんだ。うん、ね、ナノハちゃんもそんな気はしてんの。なるほどな。あ、結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくてさ。そんなはずないって言われちゃった。でもナノハは絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。うーん、実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし。そうなんよな。何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。これ全部知ってるいっちゃんが何か言う分には問題ないんじゃん。なのはちゃんはいっちゃんは自分がソープで働いてたこと知ってるって当然のポジションやしさ、お父さん助けてくれたいっちゃんやから信用もあるし、桂川よりいい男を紹介する、秋になれば解決するって。え、秋になれば解決する？ハーブティーでも飲もう。この中のこの3つ全部イマジちゃう？強いて言うならまず今落ち着く意味でハーブティーでも飲む。飲んでも解決はしひんけど。だったらハーブティーでも飲むか。なんでハーブティーなのよ。今必要なのは酒よ。この不安を麻痺させてくれる酒。それもやばいって。麻痺させたって何の解決にもならねえよ。それよりも今は落ち着いて冷静に考えることだ。うんうんうん、ハーブティーってのはリラックス効果があんだぜ。特にジャスミンは緊張感や不安を和らげてくれんだ。詳しいな。ちょい待ち、何その女子力高そうな知識最近立ち読みした雑誌の受け売りだよ。でも覚えてるもん。実際効果ありそうよね。試してみるか。いや大丈夫、だいぶ落ち着いてきたから。ほんま？それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしてもナノハを説得できねえんなら、いっちゃんが行く分にはいいと思うねんけどな。桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度とナノハに近づかないように。あ、まあそれもありか。どうやってそういう風に仕向けるの？殴って脅して町から出て行かせる？それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しゃしない。そういうもん？下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。あ、そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの？めっちゃ難しいな。らしくねえな、さっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え？さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。そっか。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。奴には偉人町を出て行ってもらう。なるほど。
それなら確かに行けるかもね。でもこれなのはちゃんにバレたら、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。完全に絶好されそうやな。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。なるほどね。なんかうちとしてはなのはちゃんとさっちゃんがめっちゃ似てるっていう感覚が未だにないから。手間のことしないだぜ。マジで。でもこれでケリがつきそうだな。似てるっていう感覚がないからこの作戦は思いつかへんかったけど、でもこれほんまにさ、なのはちゃんからしてみたらとんでもないことやで。やっぱ後々のこと考えてもなのはちゃんの方の意識改革いると思うねんけどな。これバレたらなのはちゃんのためっていうのめちゃめちゃわかんねんけど、怒るで。まあ今はもうこうするしかないんか。反対はしへんけど、不安要素はある作戦な気すんねんけどな。はあはあ、まあほんでまた次絆溜まったらいよいよ結構か。よっしゃ、じゃあ絆ドラマも見たことやし、いよいよもうこの横浜の町一番の大企業大社長になってしまったこのいっちゃんが今からアルバイト行きますよ。営業開始だ。はい。わあ、一番せんべいだ。おお、一番成果の社長の春日一番さんだ。私が社長です。おいしさ一番、一番せんべい。笑顔が一番、一番成果です。はい、今見てもらったのが一番成果の時のテレビ CM なんですが、もうあんな感じでバリバリ社長は私ですって言ってめっちゃ顔出ししてるからさ、もう横浜の有名人な気するんですけど、一番ホールディングス版の CM もまたあるんですが、まあ、それはまたあのこの動画の最後にでも入れようと思います。まあそんな感じで有名人なはずやけど、今からちまちまと倉庫のアルバイトに行こうと思います。横浜貿易倉庫に行かねえとな。何があるかわからねえから、装備や回復できるものを準備してから。あ、レベル15以上推奨とか言ってくれんの。え、15はあったよな。なんなら20ぐらいなかったっけ。まあ大丈夫でしょう。よし行こう。だいぶお待たせしましたね。メインストーリー、いやー、覚えてる？みんな。うち一応復習ちょろっとしてきたけど、ちょろっとやけどな。やってる。難波さん、大丈夫？そんなにモテねえって。え？もう一個か二個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほら、しっかり持て。え、それやばっ。一箱どんくらいの重さかにもよるけどさ。お金はスッと渡すぐらいならなんかシュッとできそうな気もするけど、監視カメラとかあったりする？さっちゃんのこの区画はありそうやんな。え、めっちゃ怪しくない？おい、そこの女。え、はい、見てた？ここの作業には慣れたか？ああ、はい。何そんな心配してくれて。デートの誘いでも。現場監督が褒めてたぞ。あ、今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか。はい、楽しみにしています。はあ、いっちゃんの方も緊張してたらバレちゃうって。なんてことない顔してな。ちょっとこれもう無理。あ、よかった。なんかまたヤバいもん撒き散らしたかと思った。バカ野郎、何をやってる。あ、ごめんなさい。すみません、すぐに片付けます。大事な商品やのにな。
やばい、どこ行った？え、嘘やろ。お前どうやってこれを持ってきた？さあ、金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか？そうです、私じゃないですって言いな。まあいい。いや、はぁちゃうって。おい、この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。あ、でも大事になったな。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。今度バレて、1枚バレてもうここまでやる。まあまあな、ことの重大さはこっちは分かってるから分からんでもないけど、いや、そこまでやるんや。よっしゃ、じゃあもうボコボコに、あ、やってやるよ。やってやるよ。せんべいチョップお見舞いや。せ誰にぶっ飛ばそうかな。みんな一緒か。一番成果なめんな。はい、うんうん、もうどんどんやっていこう。お疲れ様。いや、しかしひとしきしり、おーおお、まだ追加あるか。おーおお、監督。でも監督叩きのめしてさ、この後どうなるんやろうな。なめんなよ。いや、監督さっちゃんのこと気に入ってたみたいやけど、すみませんね、実はこういう感じで悪いことしてやろうと思ってたんですよ。見せてやるよ。おめでとう。おめでとう。誕生日にこんなことされたくないな。はぁ、まあサクッと終わりましたね。強くなった気がするぜ、一つ上の男。お疲れ様。てめえらは何者だ。しがない社長です。さっきの金を俺に渡せ。何？一枚だけでいい、よこせ。ここまでなったらもう2回てめえら強盗じゃねえみてえだな。2回駆け上がってもいいんじゃん。おい、緊急状況よ、緊急状況。え、声太くなって。なんだ、中国語が達者に。え、一応それ商品入ってんのに、そんな無茶していいの。それ突っ込んでくる。危ねえ、一番。バイトもドン引き。もうこの間にさ、あ、やばい。逃げろ、爆発するぞ。爆発したら2回も吹き飛ぶんじゃん。あー、パチパチもしてる。逃げるぞ。あー、もうこれはあかんわ。これニュースになるやろ、倉庫で大爆発みたいな。は？爆発、おお、爆発やったけど若そうやったな。おじいちゃんかと一瞬思ったけど。ああ、ちょっともうセーブしてこのまま続けようかな。6章、戦火の、銃爪？絶対銃爪じゃないやろ。なんて読むのあれ。ん？ん？どちら様？なんか捕まってる。ここは、みんな？やっとお目覚めか。遅えよ。あの大爆発で。ナンバー、どこだ？気絶したん？ほんで捕まった？いや。エリちゃんは救われてる。無駄だよ、一番。落ち着け。え、ナンバさん、無駄に落ち着いてるな。俺たちをどうしようってんだ。だから、まず落ち着けって。はぁ、
あんたまで何をのんきなこと言ってんだ。なんでそんな落ち着けんの。俺らはさ、お前の目が覚めんのを待ってたの。え、もう全員自己紹介も終わってるから。そういうこと。どういうこと。え、じゃ始めるか。え、固めになっちゃう。ちょっと待てよ。いっちゃんも眼界になる。俺たちは自己紹介まだだろ。うるせえんだよ。カスが知ってるんや。ご存知で、あんた誰。ラオマだ。あ、例の ラオマ。じゃあお前がマブチ。じゃあ改めて始めるぜ。何を。いくつか質問に答えろ。野々宮を。ああ、確かに。乙姫ランドの店長、あの人なんで殺した。なんでだ。俺は忙しいんでな。この場で質問できるのは俺だけだ。言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺す。もうそんなん言うしかないやん。言うこと聞くしかない。え、こんな感じでスタートするとは思わへんかった。録画を始めろ。え、そんな趣味あんの。はい、何始めんだい。お前には選択できる権利はない。仲間見殺しにしたいのか。もう従うしかないな。こんなんなったら。お前は清流会の人間だな。ノー。は？ちげえよ。その割には立派なもん背負ってるじゃねえか。それで仇とは言わねえだろう。あれ、登場会。そこまでズズしかねえ。とかそういうのは知らんのや。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。なんでだ。人民元なんざ日本で使えねえぞ。偽札だろそれ。ほう、なんでそう思う。見たんだよ。事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたの。食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもな。うんうん、なるほど。偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだ。で、盗んでどうするつもりだった。あんたの悪事の尻尾を掴んだんだ。あれを使っていずれ店長を殺した落とし前をつけさせる、そのつもりだったさ。そうか。ほんまのことしか言ってないのに。一番、お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできた。そして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだな。クソが。答えろ。その話まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあどうだかね。あれ、そこは。答えろ。仲間を見殺しにする気か。そこふわっとさせんの。まだ誰にも話しちゃいねえよ。うん、話すしかないよな。それはよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだ、さっさとしろ。お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのか。ああ、そうだ。うん。いいね、その言葉バッチリだぜ。バッチリ。なんだ。よそからしのぎに首突っ込んでくるとはな。そいつはご法度のはずだぜ。なあ、清流会さん。だから俺らは清流会じゃ。うん、違うねんけど。やめとけ。まんまとやられたのかもな。え？やられたって。偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄の掟だ。だが清流会はそいつを破った。そいつはつまり
ハンピン・リューマン上の宣戦布告だ。声優会ちゃうって言ってるやん。カメラ止めろ。おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は声優会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？え？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱそうなんよ。やっぱりてめえか。今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。青龍会が仕掛けてきた証拠だってな。え、なんでそうなんの？はい、お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。なんか…おい待て、何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。動画編集してなんかいい感じの内容に無駄だぜ、カスガしようとしてる。 あっちの都合のいい。あうちは青龍会相手に戦争を始めてんだ。青龍会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。あっちが最初に戦争？なんでそんなことをやってきたっていうことにしたいんじゃん。さあな、ただ問題は青龍会がリューマンに抗争をふっかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして？さっきのビデオを使う気みたいだな。うん、切り抜きするんじゃん。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は青龍会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろ。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか、あんな野郎。とりあえずここから真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしい。脱出しな。ああ、その話後でよかねえか。見張りの居内に何とかここを脱出しねえと。そうそうそう、はあ、確かにそうだ。エリちゃん呼ぼう。エリちゃんに定規でこれぶち破ってもらおうよ。え、これどうすんの。待って、もう足も出へんやん。足は出そうやけど。さっちゃん、さっちゃん怖がんなくていいぜ、なんとかなるって。本当に？まあ、そんなにビビってはなさそうやな。今までなんとかならなかったことはねえんだから、だろ？まあね、周りを注意深く見る。ほんまにどれもいいひんねやな。で、手には鎖ぐるぐる巻きで、軟禁錠で止めてあるって感じか。なあ。なあ、この場所って何なんだ？っていうか、どこ？爆発した倉庫から車で連れてこられた。その時は目隠しされてたから場所は分からねえ。あ、みんな起きてたんや。いっちゃんだけ気失ってたん。偉人町にいくつかある真淵のアジト、そのうちの一つってことだろうな。畜生、寒いな。寒いんや。風邪ひいちまうぜ。大丈夫だ、真淵。バカは風邪ひかねえ。うるせえよ。あれ、俺の服はなんでひっぺがされたん。上、後ろの竜かっこいいなって見られたんかな。あそこに段ボールあるでしょ。うん、あん中入れられた。ああ、あの中よ、私たちの持ち物全部放り込まれてたから。ああ、全部、全員分の。うん、え、俺の上着の中にスマホも入ってたんだ。じゃあ一番のだけじゃなくて、私たちのスマホとか財布とかも全部あそこ。じゃああれをなんとかこっちに持って。でもそんな、あれ持ってこれるならもう手自由やん。外から助けを呼べる。そりゃ俺らだって分かってるさ。でもな、まずこの鎖外さねえことには無理だ。俺らはもうみんな試したがびくともしねえ。おい、一番よ、お前んとこの鎖はどうだ。案外もろくなってたりして。いっちゃんのとこだけ？そんな都合のいいことある？無理。おい、力ずくで鎖を壊す。あるけど、ちょっと話しかけとこっか。おい、ナンバー、あんた怪我は？
大丈夫。お前よりは軽く済んだ。あ、じゃあある程度はやられたん。ああ、それよりここを出る方法だよ。なんかねえかっつってもな、まあ、これあるけど、ちょっとこっち。ああ、足立さん、あんたならうまい脱出方法あるんじゃねえか。元刑事だもんね。ああ、まあな。マジか。え、なんかこういう時どうするべきなん。まずこの鎖を外すしかねえな。やっぱそこに落ち着くんか。じゃあ鎖を外す手は？あったらとっくにやってるよ。うなだれて。結構腕ずっと繋がれてるとはいえ上げてんのしんどそうやな。何それ。じゃあもう力ずくで、いっちゃん頼むで。およし、じゃあ一丁やってみっか。一番頑張。さあいけるか。なんとかなってくれ。ほら、どうして当てかけんすんなよ。遠慮なくやれやれやれ。ああ、逃げなきゃやられる。死ぬ気でやれ。うん、一番あんたならできる。さあ、みんなのパワーを力に変えて。待てよ。え、いや無理。ちょっと待った、びくともしねえよ。過剰な期待は勘弁しろっての。無理な。やっぱ無理か。嘘、終わっちゃった。これでパキーンっていくんかと思ってたのに。なあ、誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。ありえる。だとしたら、ずいぶん気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。シーヒンで。目の前にいるやん。